おはよう。今日はね、夜お仕事が あるので、なんか昼ちょっとゆっくりな一日になり、一人休み何する？あ、ちょっと時間あるときどうやって過ごす？どうこれ？ちょっと撮ってみます。今いきなりのね動画にしようと思って、今ほんとメイクしてたので、最近のお気に入りのメイクも紹介してみます。大事な今から前髪を巻きます。いつもねこうやって私がメイクするじゃん。そうすると見て、ここにいつも足の下でこんなに可愛く待ってくれてる。にゃーん、おはよう、おはよう、ヨンズおはよう、今メイクを待ってます。ここで言ったら、この横のこれマット引いてあげたじゃん。どう？暑い？オッケーオッケー、ごめんごめんごめん、ゆっくり休んでたのに。ワンワン、暑いんだよね。っていうことで、今からメイクをします。暗い？大丈夫。今日はですね、夜ちょっとブランドのインスタライブのお仕事があり、本当簡単なメイクにしようか、もうちょっと盛るか悩んでます。最近はちょっと薄いメイクだと疲れが出て眠く見えるので、ちょっとだけ目元にメイクをするようにしてます。なぜかというと、またね、あのマスクがねまだあるから、なんかすっぴんすぎるとなんか本当に疲れてるように見えるので、ちょっとラメが入ったシャドウを塗ってます。暗い？大丈夫？ちょっとラメが入ったベージュ系のキラキラ塗ります。このね、下地のこのクレドポのセミマットアイシャドウ305、これがベースにあると何塗ってもすごく綺麗に乗るので、いきなりの動画だからね、いきなりの、いきなりの動画。リアルね、リアルは大事だよね。なんかキュッキュッって結構しっかり今日はあげたいです。なぜかっていうと眠く見えるの嫌だからね。そうするとここに一番気に入ってるこのライナーでラインを描きます。これはちょっと大切なので、鏡をちゃんと見て、このね中をちゃんとしっかり埋めてあげるとしっかり見えるので、あとはちょっと横を長めに引っ張って描きます。で、あとはちょっと細い筆、細い筆で小豆色を切ったので、茶色色をこの上に濃い色を乗せてぼかします。ぼかすとこうラインが自然に見えるので好きです。マスカラもこれクレドポの、これは本当にねホットビューラーいらずの、すごい綺麗にキープして、夜まで全然落ちないので下に。あとメイク落とす時もすごい簡単に落ちるのよ。普通ここまでしっかり上げてると落とす時に大変じゃない？でもこれは本当にもう何本使ったか分かんない、最高じゃない、ね、で今日はね下にもちゃんと塗っときます。101、これすごく好きなの、マットなこの色好きです。でここでですね髪の毛をやります。まずは今日はね前髪を、まず私の命の前髪、ここを頭の上はちっちゃく見せた方が可愛いから、頭ちっちゃいなって思わせたいでしょ。そしてここを
キューって、でそこから全部が丸いとなんか綺麗すぎるので、こういうところはもう今この寝癖を生かしてちょっと外側にしてあげる。でちょっとこうかけたらくせ毛っぽく今日はしましょう。顔周りはちょっとこうボリュームあるのが可愛いかなと思って、あとちょっとくせかし、そうするとちょっとこの下がボリューム出るの可愛いよね。こっちもなんかここは小さくてここがボリュームあるとなんかこう形が可愛いので、あとこう耳にかけといてお仕事の時とかちょっとこうやって下ろすとこの形がすごく可愛くなるので、こんな感じです。じゃん。で下ろしてもボリュームが出るので、でまずは、オイルをしたいところは潰す。あ、いい香りで、残りは前髪。今日はさ夜までこれをキープしたいので、ここでちょっとゼルを塗っときます。完成。後ろもね、ちゃんと後ろから見られるかもしれないって思って、自分が後ろの髪の毛が見えてるって思いながら。どう？後ろ大丈夫？じゃあこれで終わり。終わったよ。行ってきます。じゃあそしたら一緒に行こう。レッツゴー。ちょこおいで、ちょこおいで。じゃあ一緒に行こうか。顔洗って、今日もいっぱい目に汚れがついてるじゃん。いい子だね。いい子いい子。今日はシャンプーも行くもんね。ね、オッケー。かわいいじゃん。じゃあ洋服着ようか。洋服買いました。オーマイガー。めっちゃかわいい。わー、ヨンズに見せよ。大丈夫？嫌だ？嫌だったら脱がすけど大丈夫ですか？行く？チョコ、行く？行く？行くか。最近息子の荷物が少なくなってきたなと思ったら、チョコの荷物が多い。行こ、チョコ行こ。よっしゃー、いい子いい子。これシュル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 、オッケー。こうね。私の韓国のお姉さんたちです。お弁当です。언니도올려도돼요영화 TV? 나근데편집을좀이쁘게해주세요。알았어。 아이렇게하는거하지말고。 알았어。 맛있어？ 아나한국인의아지아니구찌님은아우みたいです。いいね。なんかやっぱカフェ作ってよかった。みんなでこうやってご飯食べれるし。じゃあ私も食べます。어떤맛이었지？맛있다。너무맛있다。今から私整体行ってきます。え？整体。整体行くの？チョコよろしくね。パパも仕事ですけど。朝起きたらめちゃくちゃ首が痛くて、なんかたまに
やるんだよね、寝違えみたいな。で今日いきなり朝連絡したらいいよって言ってくださって、久しぶりに来ました。これで生まれ変わる、生まれ変わります。骨骨痛いなと思ったらこの絵が浮かんじゃう。先生、左回してるっていう。嬉しい。今日いきなりすいません、本当。いやいや、偶然土曜日なんかつまみ酒かなんか見てた。うん。出てて。うん。あ、ね、あ。そろそろ顔も曲がってきたなと思ってたの。嘘でしょ。本当。曲がってた私、うん。やばいじゃん。そう、骨格的に言うとね、うん、曲がってるなと思って。曲がってるっていうかもう。うん。老けてます。ずれてるよ。だから痛いの、うん、でしかもここがずれると、うん、自律神経が悪くなりやすいから、うん、頭痛ももちろんなんだけど、頭先めっちゃ痛いの。でしょ。そうなの。でも頭痛薬ばっかり飲んでる、うんうん、今さ痛みってさ、例えば腰も含め首も含めどっち側に出やすい？右だよね。だからこれだよ、うん、原因これ。嘘、痛いです、痛いです。これこういう風にずれちゃう。先生見てないの、今半年ぐらいだっけ。うん、でもここも相当ずれたからね、顔もこのエラも。嘘。この骨のところ、ここ。これはまたどっかでちょっとやりたいな。うん。ちょっと後半時間があったらやろうかな。よし、でもまず首からね。よし、こっち向き。よし。痛い。うん、痛い。少し疲れが溜まって筋肉が逆にね回復できなくなっちゃってる。嘘。うん。だからそれでちょっと引っ張られてるから。うん。そう。疲れないようにはどうすればいいんですか？あ、だからやっぱりね、ここがさっき言った通り自律神経なのね、うん、で自律神経の中でも血管拡張神経とか迷走神経とかいろいろあるところが悪くなっちゃってるから、ここで疲れが大部分出てる。うん、なぜかというと神経の疲れが出ちゃうから、それが体にいっちゃってる。すごい神経使ってる、うんうん、肉体的疲れだけじゃなくて神経の疲れっていうのは痛いね。そう、これ一つで代謝がガクンと悪くなって、うん、それの結果筋肉の回復ができなくなっちゃうね、疲労の。よかった、今日いきなりすいません本当。うん、いえいえ。朝7時にお弁当作りながら、うん、これは今日行かないと、うんうんうん、大変なことになるなと。もう私持たないかもって思っちゃってもう本当に半年ぐらい頑張ったね。あ、そう。半年はもう店から。体が頑張った。もうスケジュールが。うん、うわー、大変だったの。うん、大変。うん、でもやちょっと落ち着いたらいいな。うんうん。俺さ、みんなびっくりするよ。うん。これはびっくりする。でもね、毎回毎回これは別に誰にもやるわけじゃない。イオンちゃんぐらい、これ今第一頸椎って一番上の。頸椎がずれちゃったから、もうこれはしょうがなくやってる。動画見てる人にも、私これ好きなのよ。そう、動画見てる人にもあれ怖いって言われるけど、これはねひどくなった人がここまでやる。いや、私ね、これやると、うん、ほんとよく寝れる。よく寝るでしょ、うん、だからあの音って骨がバキバキ言ってるんじゃないから、うん、骨が鳴ってたら大変だから、うん、関節の中に溜まったこういう空気、指とかが鳴る、うん、空気がバチバチバチって弾ける空気の泡。うちのね、今チュエリやってくれてるおんちゃんって言うんだけど、うん、彼女一人でやるやってんの。あ、自分で？あれね、自分でやると全く悪くないところでいいところばっかりバキバキしちゃうから自分でやらない方がいい。おんちゃんやめよう。結果結構ね、やる癖のある人いるじゃない。あの、ずっとやってんの。そうで、やると気持ちいいのね。だからあんなに可愛い顔して、うん、ずっとパキパキやってるから、うん、やめてって言って、ね、あー、やっぱりちょっと良くなった。で、そう、うん、あとね、ここがめちゃくちゃ凝ってる。あー、痛い。これこれね。痛いけど気持ちいいけど痛い、うん、だからこれも動画撮ってるから皆さんに言いますけどひどいから痛い。本当だったら気持ちいいぐらいの。でもちょっと悪い。私ちょっと悪い。いつもより痛いです。そうそう、いつもよりも固まってるし、画面に来ないとこうなるね私。その通り。あ、痛いです。その通り。やばい。あ、めっちゃ痛い。ここにあるね、うん、大事な椎骨動脈っていう血管が、うん、
結局に勝手に骨がずれちゃうんじゃなくて、この筋肉がギュッて硬くなるから骨ごと引っ張ってしまった結果が今さっきのずれなのね。でそうするとここにある椎骨動脈っていう血管も圧迫されちゃうから頭痛にもなっちゃう。おまけにめちゃくちゃここにストレスかけちゃったって食いしばっちゃってる。食いしばっちゃってるから、そうこっちもギュッて顎から固まってるし、顎の位置も悪くなっちゃったし、やばい、めっちゃ痛い今日。すっきり、めっちゃすっきりした。お、もう夕方になって、見て顔も直すとすっきりするんだよね、顎が。あ、肩こりとこれで頭痛いのが治って、また頑張れます。今からお仕事です。行ってきます。バイバイ。